切り出された大谷石大谷市は軽石井業海岸で栃木県宇都宮市北西部の大谷町付近一帯で採掘される石材である。柔らかく加工がしやすいことから古くから外壁や土蔵などの建材として使用されてきた。基質は浮き石質、ガラス、社長石、石英を主とし少量の黒雲も各木核洗岩奇石で構成され、計算。 第二酸化鉄、酸化アルミニウム、酸化マンガン、石灰、酸化マグネシウム、カリウム、ナトリウムなどを含む。日本列島の大半がまだ海中にあった、新生代第三期中心夜の前半に火山が噴火して噴出した火山灰や砂礫が海水中に沈殿して、それが凝固してできたものとされている。大谷町付近の大谷石の分布は、 東西4トル南北6トルにわたる。2009年度時点で採石場は12箇所、出荷量は年2万トン程度を、推定埋蔵量は約6億トン。一部で露天掘りも行われているが、地下数十メートルから100メートルを超える地下で切り出す、校内掘りが多いことが特色である。最盛期の昭和40年代には、 約120カ所の採石場が稼働していた。栃木県には、大谷石と類似の石材が多数分布し、それぞれ産地の名を取って、長岡石、新岩石、岩船石、モテギ石などと呼ばれている。大谷石の石べ餃子像軽くて柔らかいため、加工しやすく、さらに耐火性、防湿性に優れている。このため、住宅、蔵や倉庫、大きな建築物の石垣、 斜面の土土面石といった幅広い用途を持つ。耐火性、蓄熱性の高さからパンやピザを焼く釜や石窯の構造材としても用いられる。岩盤工学の分野では扱いやすい素材として実験資料に利用される。産地に近い宇都宮周辺では縄文時代の縦穴式住居で路石としての使用が確認されており、石倉をはじめとした建築物の外壁、 鉄道駅のプラットフォーム、石垣や階段、門中に大谷石が盛んに利用されている。テレビ番組とのタイアップにより、宇都宮駅に設置された餃子像や、1932年に建設された宇都宮カトリック教会も大谷石像である。同じく地元にある下付国分寺や宇都宮城などの築造にも古くから使われた。 多孔室の独特な風合いが広く知られるようになったのはアメリカの建築家フランク・ロイド・ライトが帝国ホテル旧本館に用いてからである。地下から切り出した直後は水分が多いため青みがかっており乾燥するにつれ茶色っぽい白色に落ち着く。表面に点在する茶色の斑点は味噌と呼ばれる。 味噌の成分は、岩水量の多い不石やモンモリロン石の粘土鉱物からなるタンパク石鉄塩鉱物を含むと、されるが、成分の由来は、諸説ある。味噌が大きい粗目より、小さい細目が、高級品とされる。風化しやすい、大や石の中でも、味噌の部分は特に劣化速度が速い。多孔質ゆえに風雨にさらされる野外では、劣化が速く、 第二次世界大戦後はコンクリートに押された。特に民家の外壁に使われた場合、雨や雪を吸水して、膨張を繰り返すことで劣化し、黒片、粉末状、板状の剥離を起こす。近年は、厚さ2センチメートル程度に薄くスライスする技術が開発されたほか、見た目の美しさが再評価されている。さらに吸湿や消臭、音響効果があることもわかり、住宅や、 店舗の内装、音楽ホールへの利用が広がっている。創業を終えた採石場後に残る広大な地下空洞は、ワインや日本酒、納豆などの貯蔵、熟成に使われているほか、観光、学習施設として、大谷資料館が開設されている。非日常的な光景を求めて、映画のロケーション撮影やパーティ、ー、展示会などにも活用されている。一方で、 特に古い採石場跡の地表部が陥没する事故も起きている。特に1989年に発生した陥没事故は規模が大きく採石業者の撤退や観光客の減少を招いた。陥没事故の発生地は大谷市のクズや公共残土で埋め戻されたものの30年が経過した2019年2月現在も付近の指導は通行止めのままである。 大谷資料館内部地表から下へ下へと掘り進める平場掘りと縦港から横へ横へと掘り進める垣根掘りがある。大谷地域の地層は利用価値の高い石材の層と味噌が多く利用価値の低い層が交互に堆積しているため明治末期から大正初期に伊豆長岡から伝わった垣根掘りは画期的であった。また露天掘りと校内掘りの2種類があり、 校内掘りはさらに五番の目状に掘る、柱棒式と櫛型に掘る、お阪弁式に分けられる。機械化される以前の手彫り時代には、鶴橋が切り出しに利用されていた。手彫りによる採掘法では50国の大きさの石を1本掘るのに、鶴橋を4000回も振るったとされる。また一人の1日の採掘量は10本だった。 このような手彫りによる採掘は採掘方法が機械化された1960年頃まで行われていた。大谷石発掘の機械化が考えられるようになったのは1952年からで機械が大谷全体に普及したのは1960年頃である。機械による採掘法では50国の大きさの石が1人で1日50本採掘可能である。 手掘り時代には地下の深い採掘場から背負って運び出していた。石塀に使用される石一本の重さが7 0ラムほどあり、重い石では1 4 0ラムの石まで一人で一本担ぎ出したとされている。外に運び出された石は馬車や人車、二船で遠くまで運ばれた。現在では地下の深い採石場からはモーターウィンチという機械で石が巻き上げられ、 トラック、貨物列車で全国各地に運び出されている。大谷医師はフランクロイドライト設計の帝国ホテルライト館の建材として使用されたが、その完成披露宴の当日である1923年9月1日、披露宴の準備の真っ最中に関東大震災に遭遇した。しかし、小規模な損傷を受けたもののほぼ無傷なままで残った。このことを設計者のライトは知り、 狂気したという、ありがとうございます。